能力関係ないから、プレイヤースキルの見せしょで僕の発電機が結構回すのだ。破滅もあるし妨害しに行きましょう。これはゲージを貯めるチャンスなのだ。ゲージが溜まればドーンで立ち目めできるかもね。ぶっ倒してもいいけど、小さいからゲージを貯めるのだ。もう7割近く溜まっているわね。だけどこの様からはもう出そうにないのだ。ダウン取れればアドだわね。絶対のだ。言うことに集中しすぎていたり使ってしまったり、それも使えちゃったりするところに行くのだ。隣で回している音がするわね。自分が小さくて出遅れたり、ここ本気でダウン取りに行くのだ。せーの、ゲームとしてもう面倒くさいからしょうがない。ナイスダウン。遅延が破滅しかないのに発電機1台もついてないは順調で、なんかフックが周りにないのだ。これ釣れるかしら。回しているわね。こんばんはなのだ。最新音が来ないマイケルお兄ちゃんの恐怖に恐れるがいい。とりあえず水だけばらまいとくのだ。負傷したから他の人が救助に来てるかもしれないから戻ってみましょう。
ス3人、こっちが有利になったわね。有利だけど、こっから逆転させられるかもしれないから気合を入れて頑張るの。最近の環境だと見ると突然進んじゃうし、本当に気を別と進んでしちゃうから避難をしたり、こからしたらやに言っちゃうわね。話してたら逆に見ると顔を見つけたのだ。連絡を取るようになって時間かけられても困るし、素直に腹を立てましょう。数分後、ゆゆゆゆっくりしていってね。明るい場所でメメントしてね。ラジャーなのだ。さてラストメメントをどうぞ。今回の試合で一人でも落とせれば発電ペースがガタ落ちすることが分かったわね。また高カスタムをしたいのだ。カスタムをしてくれた方々ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。